皆さん、こんにちは。文部科学大臣政務官の林久美子です。文化庁の平成23年度予算案は、6つの重点戦略を推進し、新たな文化芸術立国の実現を目指すため、前年度から11億円増額し、総額で1031億円を計上しています。このうち、元気な日本復活特別枠に要望した 文化芸術による元気な日本復活プランについて、皆さんからいただいたご意見などをもとに、評価会議による評価や総理大臣の決定を経て、3事業で総額133億円を計上しています。文化庁の予算案は3つの主要な事項で構成されています。1つ目は、文化芸術による次世代人材育成プロジェクトです。これにより 将来の芸術家の目を育み、また国民すべてが観客となる土壌を作るとともに、子供の自由な発想力を育成する、時代を担う子供の文化芸術体験事業に取り組んでまいります。二つ目は、文化遺産を活用した観光振興、地域活性化事業です。この事業は、お祭りや神楽など、それぞれの地域に伝わる伝統行事、伝統芸能の公開、 後継者の要請や重要文化財の公開や史跡等の復元・公開など観光振興・地域活性化の総合的な計画などに基づく地域の特色ある取り組みを支援するものです。3つ目は国内外への文化・芸術の発信を効果的に実施し日本のブランド力を高めるクリエイティブ・日本発信プロジェクトを進めます。国として、 財政的に厳しい国際映画祭や3年に一度開かれる国際美術展覧会であるアートトリエンナーレ外国人芸術家が滞在して創作活動を行う拠点であるアーティスト・イン・レジデンスを強力に支援し日本をアジアにおける文化創造の拠点とすることを目指します先日行われた制作コンテストのパブリックコメントでも 2548件もの貴重なご意見をいただきました。伝統文化、芸能の継承や体験活動を通じて次世代人材の育成などにつなげる取り組みが大事であるというご意見や日本文化の海外発信、日本のブランド力の向上で観光振興など経済的な価値が生まれ成熟した国家としての国際的な評価につながる などの多くのご意見が寄せられました。このプランの実現によって、皆さんの声に応えていきたいと思います。文化芸術の力で活力ある社会を築く新たな文化芸術立国の実現に取り組んでまいりますので、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。